こんにちは、渡辺瑞香です。動画をご覧いただきありがとうございます。本日2回目の配信になります。今回はですね、先ほどカルダノ財団ニュースレターの方に貼られていたリンクから出してきた記事を翻訳させていただきましたけれども、もともとはこちらに、載せさせていただいています、アキラさんのコメントから始まった翻訳だったんですけれども、アキラさんからいただいていたリンクと、あと私が先ほど訳したニュースレターの方のですねに貼られていたリンクと全く同じだと思っていたら、途中から文章が違っていて、あららっていう感じになりまして、もともとはアキラさんという方からいただいたリクエストから始まったのと、あと、こちらのリンクをね踏みましたところ、こういった記事が出てきて、ちょっと意外と短いかなと思ったので、こちらの方を先に翻訳させていただきましたので、先ほどは翻訳その1だったのが、今回は番外編ということで、お届けさせていただいております。ということで早速ですね、訳していきたいんですけれども、最初の、見出しのところですね、見出しと、あとここまで途中まで文章が一緒だったんですけれども、おさらいの意味も込めてちょっと最初から翻訳してみたいと思います。で、最初なんですけれども、こちらですね、アフリカと開発途上国に向けたカルダノの目標について、チャールズ・ホスキンソン氏 LSE The London School of Economics に詰めかけた聴衆に語るということです。LSE、 こちらの学校ですね、 LSE にはアフリカとつながってきた長い歴史があります。第二次ボーア戦争勃発の4年前、1895年に創立された LSE はその時代に関する討論に着手しました。新たに独立国となったアフリカ国家の初代リーダーたちの一部が LSE で学び、その革新的及び反帝国主義的なスタンスによって、スクールが反アパルトヘイト運動の役割の一端を担うこととなりました。で、こちらの方は「He argued」って書いてあったんですけど、この「He」っていうのはホスキンソン氏を指すと思います。アフリカにはブロックチェーンにとって力強い事情がありますとホスキンソン氏は主張します。ブロックチェーンテクノロジーには自然資源、労働力、資産などのトークン化を通して国々の富を解放する大きなポテンシャルがありますというふうに言っています。このトークナイゼーションって書いてあったんですけど、これ辞書には載ってなくて、多分、暗号通貨ができてからの造語、新しい言葉だと思うんですけれども、価値をトークンにして売っていく、いわゆる ICO ですね、ああいうのが今盛んですけれども、そういうことを通してこの 国も発展させていくことができる、そういうポテンシャルがブロックチェーンテクノロジーにはありますよということを言っています。で、トークンは、クリプトキティス、このクリプトキティスというのは私、ね、以前からなんか見てはいたんだけど、なんだろうなと思いつつ調べもしなかったんですね。で、これは私のようにわからない方のために言いますけれども、イーサリアムブロックチェーン上で売買されている仮想の子猫ちゃんということで、こういう子みたいですね、こういう子が仮想上の子猫ちゃんとしているみたいなんですけども、で、ですね、翻訳文に戻ります。クリプトキティス、暗号子猫に有効なだけでなく、トークンはですね、このようなトークンのプラットフォームを用いてリアルなビジネスもできるようになりますので、やってみましょうということです。仮想上のいろんなやり取りだけではなく、リアルなビジネスにも活かせますよ、だからやってみましょうよというふうに言っています。で、このような国々、このような国々っていうのは、アフリカを中心とする、アフリカ、ごめんなさいね、ちょっとなかなかマウスの動きが良くないです。そうですね、このような国々に、アフリカを中心とした開発途上国ですね、国々にロックアップされた、つまり閉じ込められた流動資産を数え上げれば、何兆ドル単位もの価値になるのです。ところどころに莫大な可能性をはらんだ価値があって、それを何らかの公正な方法でこのような人々、つまりアフリカとか開発途上国の方々にですね、届けることができさえすれば、貧困が消えてなくなり、開発途上国が豊かな国の仲間入りを果たすであろうことを思うと、これは大きなパラドックスですということです。今まではもう本当にね、1日3食も食べられる国っていうのは、豊かな国しかなくて、アフリカなんかはね、もう食糧難にあえいでいたり、生活するにもインフラが整ってないって、そういうことだったわけですけれども、そのような国の方々にもこのようなブロックチェーンを通じて価値を届けることさえできさえすれば、豊かな国の仲間入りができるであろうということですね。
これまでとまた違う価値観が生まれるということです。で、これがカルダノが開発途上国のために手がけていることなのですということです。とホスキンソン氏は言います。私たちにはこのテクノロジーを試し探求し可能な限り多くの人々に届ける倫理的な義務がありますと言っています。で、ここでもやっぱり暗号通貨をただ単にその時だけの自分たちがお金儲けをするっていう、そういうことだけではなく、この貧しい人々を助け豊かな国にしていくっていう、そういう社会的使命感、倫理的な使命感ですよね。それに基づいてやっているっていう意味では、先日高須さんがおっしゃってた、お金儲けのためだけでなく世界を変えるためにやっていくんだっていう、そのチャールズ・ホスキンソン氏の意思がここにも生かされているなという気がします。で、その演説の後には、中国のブロックチェーンの未来からカルダノでのトランザクションにかかる手数料、暗号通貨事情にかけられる規制の確立に至るまで多岐にわたる質疑応答が続きましたということです。熱心な方々が多かったんですね。で、聴衆の皆様の中には何時間もオンラインで動画を見てきた真面目なカルダノファンもいれば、暗号通貨に興味のある方もいて、その背景も様々です。ザルツブルク出身のティモさんという27歳のロンドンのリージェンスビジネススクールの学生さんは、1年以上前から暗号通貨に興味があり、チャールズさんのテッドトークスやインタビューを視聴した後、ADAを購入しました。実は私の友人もですね、私特に買いなさいって勧めたわけじゃないんですけど、ADAを購入してウォレットに入れましたって、嬉しそうにね、報告のメールが来ましたけど、嬉しかったですね。この事情にね、こう入っていって少額でも買うっていう、そういう経験をしたっていうのはとてもね、貴重なことだと思いますね。この学生さんもそういうふうにして購入しましたということで、カルダノのプロジェクトは他のプロジェクトと比べて大変熱心で、それがチームの在り方やウェブでの存在感、チャールズさんのこれまでのインタビューからも証明されていることです。IOHK やアフリカ戦略については今後もさらにアフリカンオペレーションズのディレクタージョン・オコーナー氏よりすぐにウェブで情報を配信していきますということで、ジョン・オコーナーさんというのはこういう方なんですけれども、この方もカルダノ財団のために IOHK に所属して、主にアフリカの戦略を中心として担当されながら情報発信をしていらっしゃるということで、またこの方からも情報発信がすぐにありますよということを言っていましたということですね。今回ちょっと短いんですけども、アキラさんからいただいたこのリクエストにお答えして、翻訳の方をさせていただきました。で、また一応こちらでも申し上げますけれども、人の翻訳を自分の翻訳と偽って発表するというのはやっぱり良くないことですのでね、もしこの翻訳を使いたいということでしたら、私渡辺自らの翻訳であるということを伝えた上で、できましたらこの動画と一緒に情報をシェアしていただけたら大変嬉しいなと思います。それでは最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。また同じシリーズが、カルダノ財団のニュースレターのリンクの方のに貼ってある記事の翻訳はまだ全部終わっていませんので、まだシリーズ続いていきますので、少々お待ちください。それでは最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。